コーチの記者会見を始めたいと思います。今日の試合を振り返って、感想をお願いします。はい、まず我々としては、連敗が続いていた中でここで一つ連敗を止めれたっていうのは、すごくチームにとってプラスになりました。試合内についても、試合の前半すごくいいインテンシティで試合に臨めて、良かったんですけど、やっぱり後半で相手の強いところを引き出させてしまって、前半作った貯金を使い切ってしまうという展開になってしまったので、しっかりと明日は40分通して